親愛なるヒストリアへ。今私の隣にはライナーがいる。私が恋文をしたためる様子を覗き見している。悪趣味な野郎だ。絶対にモテない。だがお前にこの手紙を届けると約束してくれた。あの時こいつらを救った借りを返したいのだと。あの時はすまない。まさか私がお前よりこいつらを選んでしまうなんて。私はこれから死ぬ。でも後悔はしてない。そう言いたいところだが、正直心残りがある。まだお前と結婚できてないことだ。ユミルより。その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。何今のは。どうかした？あ、いえ。これで全部ですか？うん。もちろん私たちの有益な情報を書いたりはできなかっただろうけど。何かお前だけに分かるメッセージはなかったか？暗号とか。分からない。でも多分そんなことはしてないと思う。はあ、バカだな、ユミルって。バカだったんだ。照れくさくなるとすぐごまかす。これじゃ分かんないよ。連れてきた。入れ。陛下。陛下。陛下。やめてよ。まだ公の席じゃないんだから。本当にいろいろあったね。私は壁の真ん中で南の空を見てただけ。君が生きてることは大事な務めだよ。ああ、そうだ。うん。みんなが思ったよりいつも通りでよかった。それはまだ誰も実感できてないだけだな。そろそろ行こうか。